アンカラはトルコ共和国の首都、人口約442万人を抱え、イスタンブールに次ぐ同国第2の都市であり、アンカラ県の県都でもある、アナトリア半島中央部に位置する、中東西アジア有数の世界都市。都市の主要部分はウルスと呼ばれるオスマン帝国時代以前からの歴史的旧市街と1920年代以降に、 トルコ共和国政府によってその南に、イェニシェヒルという名で、計画的に建設された、新市街、及びその郊外地区からなり、政府の施設は、イェニシェヒルに集中している。市街は、政府の計画に沿って建設が進められたが、郊外地区は、第二次世界大戦後の経済発展の都市集中に、伴って、アンカラに流入してきた人々が建てたゲジェコンドと呼ばれる、 不法選挙住宅によって、無秩序かつ急速に拡大した部分も大きい。1980年代以降は、地下鉄など交通網の整備が進められた郊外に、大規模な団地、ニュータウンが建設され、都市の膨張は進展し続けている。アンカラの衛星写真古代ヒッタイト時代から人類が居住していた跡が残っているが、プルギア時代に規模が拡大したアンキューラと呼ばれた都市が、 現在のアンカラ旧市街の始まりである。アンカラに残る古代ローマの公衆浴場アンキューラは、紀元前189年、ローマ帝国に占領されて、アンゴラの名で知られるようになる。ローマ人は、アンゴラをローマ都市として整備するため、大劇場、大浴場、アウグストスを祀る神殿、ユリアヌスの来訪を記念する円柱などを建てた。それらは、アンカラとなった現在も、 遺跡として残っている。東ローマ帝国のもとで、キリスト教が広まり、現在も残る城塞が築かれた。またテマオプティマトンの主婦となるなど、アナトリア中部における帝国の地方行政、軍事の拠点都市となった。このためたびたびイスラーム勢力の侵攻を受け、806年には、アッパース長のカリフ、ハールンアイコールラシードが自ら軍を率いて、 アンゴラを包囲するということも起こっている。アンゴラは1073年にムスリムのセルジューク朝によって占領され、トルコ人によってアンカラと呼ばれるようになった。1101年には1101年の十字軍としてやってきたトゥールーズハクレーモン4世がアンカラを占領している。セルジューク朝がレーモン4世の軍を撃退した後、アンカラは セルジューク系のアミールであるダーニシュマンド家の政権やルームセルジューク朝、さらにはモンゴル政権であるイルハン朝の支配を受けた。アンカラは1356年にオスマン朝のオルハンによって占領され、以降はオスマン帝国領となるが、1402年にはこの町の近郊でオスマン朝のバヤジと一世が中央アジアから来航したティムールに敗れ、 オスマン朝は10年間に及ぶ分裂期を迎えた。オスマン帝国時代のアンカラはアナドル州に属するアンカラ県の県都であったが、17世紀初頭にアナトリアで発生した大規模反乱であるジェラーリーの反乱の際には反乱側に落ち、その中心地となった。また、オスマン帝国時代には特産であるアンゴラヤギの毛を用いたモヘア生産の発展も見られたが、 19世紀に入ると、イギリスがアンゴラヤギの飼育に成功したこともあり、市場での独占性が薄れ毛織物工業は衰退に向かった。1864年には行政区画の改変により、アンカラ州の州都となり、1892年にはアナトリア鉄道が開通して、イスタンブールやエスキシセヒルと結ばれたが、全体としてはアンカラは、地方の小都市であり、 20世紀初頭の1919 19年においても人口は2万5000人ほどであった。アンカラを更新するトルコ軍第一次世界大戦終結後、戦勝国によりオスマン帝国の分割が進められ、さらにギリシャによってアナトリア西南部が占領されるとアンカラにも英フッツ軍が進駐してきたが、1920年にこれに反対して決起した。 トルコ人たちの抵抗政権がアンカラに樹立され、ムスタファケマルがその指導者となって、キリシャ軍をアナトリアから撤退させることに成功した。さらに、アンカラ政府は1922年、イスタンブールにあったオスマン帝国のスルタンを廃して、トルコ国家の単独政府を宣言し、1923年に共和制を宣言して、アンカラを首都とするトルコ共和国が樹立された。 1923年にアンカラを首都と定める法律が大国民議会で可決され首都となったアンカラは官僚の移住などにより急速に人口が増大した。これにより旧市街ウイルスが手狭になったため1924年には新市街の建設計画が定められた。1928年にはアンカラ市全体を対象とする都市計画の国際コンペが開かれ、 ドイツ人、ヘルマン・ヤンセンが主席を獲得した。1932年から始まった都市整備は、このヤンセンの案に基づくもので、新市街の建設や大火で焼けたウルスの再開発などが行われた。さらに経済発展に伴う都市への人口集中により人口は膨張の一途図をたどった。結果、旧都イスタンブールに次ぐトルコ第二の都市に成長した。大陸性気候で、 降雨量は少ないが、春と秋に比較的まとまった雨が降る。冬季はマイナス10度以下まで下がることもある。アナトリア文明博物館アンカラ地下鉄トルコ、シュペルリガに所属する、サッカークラブが市内に4つある。園系アンカラギュジュは、アンカラ最古のクラブである。現地エルビルリーが公的地という構図になっている。これらはみな、アンカラ5月19日スタジアムアンカラ19名図。 ステイディアムをホームとしている。競技場名は、1919年に、ムスタファケマルアタチュルクがサムスンに上陸した日付にちなんでいる。ありがとうございます。